はい、おためましです。今回ね、チームデスマッチでマップはアルデニスフォレストになります。これ、最初からなんだよね、これね。このマップ面白いね。このマップが一番やりやすいかもしれないね。今回ね、師団歩兵で、STG44、P08、M2 手榴弾。で、基礎トレーニング、レクイジションになります。これ、レクイジションっていうのアンロックしたばっかりなんだけどね。死亡してもスコアストリークが死亡してもスコアストリークスコアがリセットされないんだけど、通常よりもスコアストリークポイントがコストが上がってるんでね。で、1回しか使えないやつでね、これね。なので高スコアストリークちょっと使って今回見ますんでね。これダメだ、キルができねえな。これスコアストリーク救援物資に何だったかな、火炎瓶で連続攻撃だったかな。あ、ちゃうな、救援物資、滑空爆弾、連続攻撃だったかな。全然リロードあれだ、キルできんな。待ってよ、1キルはやったか。ちょっとバンバン連続キルをちょっと決めていかなきゃ。ちょっとピーゼラ使ってみよう。おお、決まった、リロード。間に合わない時は切り替えた方が絶対いいよ、これ。あ、いるか。よしよし、レベルアップ。ダメダメ、9キルやってるやつおるの、これ。バックしてまえ、これ。よし、このマップ面白いな。一番面白いかもしれん。ポイントディホックもいいんだけど、こういう時の手榴弾なんだよな、これ。スネパーライフルか。スコアストリーク一度しかリセットされないんだけどね。コストが上がってるんでね、より。爆死を爆死、ちょっと試合時間内出せるかな、これ。出せたらいいんだけど。爆死、ああ、銃剣か。これにいませんか。やっぱキルしないとね、たまらねえよ。爆撃、これ連続攻撃のことかな、これ。結構強力だよ、これ。爆死ろ、爆死。ショットガン焼夷弾めちゃくちゃ威力あるな、これ。これたまらんね、大変だな、これ。爆死ろ、爆死。よしよし、うまい。これよ、これ強いんだよな。この手段まだ使ってないんでね、ちょっと後で使ってくるんだよ、これね。強いね、やるわ。たまらんね、なかなか。
よしよし、あともうちょいでキャパケいけるんだが、ダメだ。お、偵察機か。まだ9キルしかやってないのこれ。ちょっといい加減にしろよこれ。爆死が決まらんだこれ。全然キルできねえわ、ほんと怖いわこれ。よしよし、あともうちょいで救援物資がたまるんだけど、スナイパーレフル厄介だ、ほんといない方がいいわ、ほんとうぜえよマジで。これ全然たまらんね、キル次第なんだよこれ。でも勝っちゃえるんだけどね。決まらんかこれ。よしよし、救援物資が今出せないな、あともうちょいなんだけど。よしよし、もうちょいで終わるよこれ。救援物資ちょっと終わるんじゃねえのこれ。落ちた。戦闘パイロット。お。勝った。これギリギリ出すぎでしょこれ。最後に出したんだけどね。これコスト結構大変だなこれな。ちょっと成績がね、今回の成績は13キル18です、マイナス5、スコア1360でした。うん、まあ練習中っていうことでね、ご了承願いたいと思うんだけど、トップ3にも入らん、上位プレーにも入らなかったね。あ、まだ上がらないな。かちょっと抜けよう。今回このクラスでやってきました STG44 ね、これ AW にあった武器なんだけど、人気のある武器で、あ、クイックドローが追加されてる。でこれ3つ、これ歩兵はねアタッチメント3つつけられるようなんでね今ね。でこれ初めて基礎トレーニング、これねレクイジションね、死亡時のスコアストリークリセットがなくなるが、より多くのポイントを必要とし、一度しか使用できないということで、結構救援物資出すのも大変だったんでね。はい、最終日なんでね今日ね、ワールドオーツベータ版第1期のね、なので多くプレイしてプレイ実況度を上げるんでね。で今回 P08 も使って何キルかやったんでね、よかったな。今後これも使っていくんでね、このマーク2シュルダーもね。はい、今回はね、アルデニスフォレストでチームデスマッチをプレイしてみました。あとよろしければね、チャンネル登録もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。